はい、48グループ DD 総支配人です。はい、まあこれ正直言ったら2本目撮ってるんですけども、まあ1本目ちょっと語り事の話をしてて、でまあ長々となって、せっかくまあ時間も動画撮ってる時間も長かったんで、ちょっと終わらせたんですけども、でその時にふと言い忘れたことがあったんで、ちょっと2本目として動画上げています。で、まあ、撮影日が、まあ、同じ、その語り事の語ってる回と同じなんですけども、まあ、今からそれ言いたいことを言います。まあ、まあ、これからの握手会、まあ、前日の11月19日 HKT で握手会が終わって、これからの握手会ですね。まあ、まだ次はですね、まあ、12月23、HKT の、キスは待つしかないでしょうか。まあ、だいぶ前の方の動画にもね、まあ、行くっていうのは話してたんですけども、まあ、次はその12月23日の、まあ、HKT のキスは待つしかないのでしょうか。と、あとはですね、前も言ったように、まあ、12月24日、クリスマスイブの日になるんですけども、NAB の方の握手会の方にも、まあ、そのまま、HKT の握手会からそのまま、まあ、会場の方で留まりまして、まあ、参加していきたいなと思います。はい。ちょっと前の方の動画と別のなる感じになったんですけども、まあこの動画はまあそういう報告の動画でした。はい、まああったか、まあその12月の23、24出会った方や、まあ出会う予定の、まあ出会った方はまあよろしくお願いします。はい、まあ、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価、まあ、あんまり、アンチ動画とか正直、あんまり、心の心境としては嬉しくないんですけど、まあ、いいコメントを、アドバイス的なコメントがあったら、よろしくお願いします。